の話してて、でも私が肋骨折ってギター弾けるってめっちゃ聞かれて、ルナちゃんも誘ったんですよ。だからなんか全然関係ないんですけど、よくわかんない立ち位置になっちゃったんですよ、さくらが。ただなんかよくわかんないけど別に言うことになっちゃってえ、マジめちゃめちゃ面白いのが、なんか私がこの間なんかさくらと弾き語りやるから練習しようと思ったら、さくらがめっちゃいかついベース持ってて、え、どうしたのそれって言ったら、ああ私のって練習しようって絞り始めて、やばこの子ってマジ超面白い。ギャップもありだよね。なんかこの子持ってるギターのさ、プルードロースとかそういうのでさ、なんかさ、やばいよね。面白いわ。いや、なんか私これ銀魂ユニバースなんですけど、去年も全く同じのやってて、そう、ちょっと頑張ろうって死んだから。やっぱボーカルだけだと楽だね。じゃあ次やりますか。